ごきげんよう、絵手紙リリチューブです。今日はカラスウリを描いてみます。今回はトラブル編、字を間違えたときはどうするも合わせてご覧いただきます。せっかく色までつけたのに全部やり直しの前に、このまま活かせる方法をこの動画では2つご紹介します。カラスウリの描き方も含めてご覧ください。では輪郭線を描いていきます。つるから下がっている朱色の実から描いていきます。もう一つ、はがきの上にも実を描き込みます。しわしわに枯れた葉っぱも描きます。縮れていて少し複雑ですが、よく見て描きます。葉脈も見えている部分を少しだけ描いておきました。巻いているつるの部分もくるくると書き入れます。それでは色をつけていきましょう。最初に淡い黄土色を実のついているつるや葉っぱなどにつけます。さらに濃い黄土色を重ねます。黄土色に茶色を少し混ぜた色も重ねて塗ります。カラスウリの実の部分は薄い色から彩色していきます。先に置いた黄色が乾かないうちに若葉色を上から置いていきます。濡れているうちに違う色を重ねることで美しいにじみのグラデーションが出せます。カラスウリの実はよく見ると濃いオレンジ色の筋が入っているように見えるので、その辺も気にしつつ着色します。ここまで書いたのに文字入れで失敗。さあどうしましょう。文字の墨の色が十分に乾くのを待ってから、顔彩の白色である5分を上から塗って隠します。これは道具を新たに準備する手間もなくお手軽です。他にも修正ペンを使う、間違えた部分に紙を貼るなどもあります。そして今回はもう一つ間違えたなんて感じさせない別の方法も後ほどご紹介しますね。
今回の言葉はカラスウリとくるくる巻いたつるがネックレスのように見えたのでこう書きました。文字の服も大きめのアクセサリーがあるとぐんと華やいで見えて気持ちも明るくなりますね。もう一つの方法はコラージュです。失敗する前の絵の部分だけ再利用する方法です。別の白いはがきかまたははがき台に切った色画用紙などを準備します。ハサミやのり、鉛筆なども使いますよ。まずは絵の部分だけ切り取ります。どのラインで切るのか目安を鉛筆などで書いておきましょう。ハサミで切ります。色画用紙のどの色味が合うかご自分の好みで選んでみましょう。糊で貼ってあとは言葉入れと落款です。今回は簡単に筆ペンと赤ペンを使いました。文字入れで失敗しても工夫をすれば活かせます。ちょっと手間はかかるけどこの方法だと綺麗に隠せて訂正ができると思いますよ。新しい台紙に貼り付ける、手作りの温かみが出せるのではと思います。間違わずに最後までできるのは理想ですが、もしもという時は試してみてくださいね。絵手紙リリチューブを最後までご覧いただきありがとうございます。また次回までごきげんよう。